皆さんこんにちは、さわらさんです。マリサだぜ。今回日本橋で面白いものを購入したんで紹介したいと思います。それがこちら。やばい袋。ジャンク袋か。まあそんな感じですね。PC1 ズさんで2000円で購入しました。ちなみにこれ、個別でジャンク品を売るするのがめんどくさくて福袋にぶち込んだそうです。なんかいろいろ書いててくさ。そしてこのヤバい袋はいつも以上にヤバいそうです。なんか嫌な予感するなぁ。それじゃあ早速開封していきます。中はこんな感じ。うん？これってまさか。おまけ、どうやらこいつはクラウドゲームサービスで使う機器らしく、販売しているゲームを10分間体験プレイできるようです。いろんなゲームがあるけど、聞いたことないタイトルばかりだな。一度実際にプレイしてみます。スマホで操作できるのが便利でいいな。ヘイクス！二度とやらんわ、こんなクソゲー。